相手がしっかりブロックを敷いてきて、まあ、ディフェンスライン4枚をなかなかこう崩せなかった、だから90分結局崩せなかったっていう、まあ、現実があって、そこで、まあ、後半残り20分で3失点してしまったっていうのは、まあ、いろんな問題があったと思うんですけど、もう少し守備と攻撃に関してしっかりこうその裏表を考えられる攻撃の仕方だったり守備の仕方っていうのをもっとはっきり、していかないと、ああいったイレギュラーのミスを失点してしまうシーンっていうのはこれから多分増えてきてしまうので、そこは修正していかなきゃいけないポイントかなっていうのがありました。実戦をやっていく中で、ああいったあのコンビネーションだったり、あのパスをつなげていく意識っていうのが、その新しいコンビネーション、新しい選手と、まあ、前からいた選手が出てくるのと、多分それで多分お互いの良さが出てくると思いますし、そういった意味では、アメリカ戦よりはかなり新しいことは試せたっていうのは思いますし、まさきがあそこのポジションできるっていうのは分かったし、それは多分これからチームにとって一つ武器になっていくと思うし、そういった面ではかなり、負けはしましたけど、いろんなことが見えた試合だったんじゃないですか。